うしよう。電話してみる？そうですね。うん、いいや、電話しちゃいましょう。お待たせしま…しました…ですの。おお、やっと来た。もう、ういはる遅いぞ。枝崎さん、病院寄るからって先に帰っちゃったじゃない。そうなんですか？すいません。大丈夫なの。ケーキ美味しかったって、万里ちゃん。これ枝崎さんと食べてください。え、たい焼き？あのさ、ウイハル、私たち今までケーキ食べてたんだけど。それはそうですけど、ケーキの後にたい焼きとか。いえ、ですからそれは。だから言いましたのに。まあまあ、気は心っていうか。だからあの時のたい焼きなの。これ私がすごく不安だった時、ウイハルさんが買ってきてくれたの。とっても美味しいの。ちょっとハロウェさん、ダメなの。今日は泣かないつもりだったのに。あの、私頑張るから。ウイハルさんみたいに万里ちゃんのために頑張るから。大丈夫ですよ、ハルウェさんならきっと大丈夫です。ウイハルさん。ハルウェさん、そんな大げさですよ。まあまあ、お子様ですこと。しょうがないな。いいじゃない。ん？そうだ、この先に近道あるんですよ。ちょっと、本当にこっちでいいの？大丈夫、ここを抜けたらあっという間に大通りですよ。でも本当よく知ってるわね。お姉様、どうかなさいまして？あれって、あれは女の子？え？うわ、かわいい。って、それどころじゃありませんの。ああ、ちょっとクロコ。目を覚ましましたよ。おはようございます。どうしてこんなところで寝てたんですか？お名前は何て言うんですか？じゃあ、おいくつですか？ねえ、お家はどこ？学校は？担任の名前とかわかる？困りましたわね。日本語通じないのかな？ああ、もう、違う。小さな子と話をするときは、こうして、ちゃんと目線を合わせなきゃ。お？美味しそうな飴だね。あたしはね、ルイ子っていうの。あなたは？お名前言えるかな？フェブリ。おお。フェブリちゃんか。じゃあフェブリちゃん、何でもいいから知ってることを教えてくれないかな。美坂美琴。え？今回の実験で第4位のレベル5に対しても計算通りのデータを得ることができた。現場では不測の事態も発生したようだが、そちらもほどなく解決するだろう。準備は整った。今こそ僕らの力を
能力至上主義のこの町に見せつける時だ。計画を次の段階に進めることに賛成の者は挙手を。美坂美琴。私？実は美坂さんの知り合いだったりします？心当たりないけど。私が美坂美琴よ。どうして私のことを知ってるのかな？やっぱり子供には分かっちゃうんですかね、誰が安全で誰が危険かって。私にはまだこれがある。指人形？ジュースの景品ですわ。当たるまで何本飲むのに付き合わされたことか。相変わらず好きですね。いやあ、僕ゲコタ。ねえフェブリちゃん、僕教えてほしいことがある。封入確率24分の1。私のピンクゲコタが。もう指人形の一つや二つではしたなく叫ばないでくださいませ。フェブリちゃん、勝手に持って行っちゃダメでしょ。あらら、すっかり安全地帯扱いですわね。ねえ、そのゲコタのお人形はミコトお姉さんのだよ。ちゃんと返そうね。いやー、フェブリの。ああ、ミサカさん。